モミの木は残った藻庭周王が帰国したのはその年12月のことであった周王は船岡に宿を取り原田甲のたてへ使いをやったたてからは家老の片倉隼人が来て 貝が11月かいがら山にこもっていること「すぐ知らせにやるから盾へ来て泊まってくれるように」と言った周防は獣者を2人だけ連れあとのものは宿に残して盾てへ行った山の小屋へやった使いは暮れ方に戻ってきて「甲斐は鹿を仮に出てどこにいるかわからない」と告げた。 昨日の朝出かけたまま山のどこかで鹿を追っているらしい時によると3日ぐらい小屋へ帰らないこともあるしどの山にいるのかわからないので探すこともできないということであった周防はちょっと思案し「では小屋へ行って待とう」と言ったしかしもう 日が暮れるのので、その夜は縦から馬で約30丁行くと甚二郎の山懐に実感寺という寺があるそこへ馬を預けて肌ら雪のガチガチに凍った急な坂道を登っていった山といってもさして 高くはない。古い杉やもみが片側の谷に森をなしていて片側はなだらかな雑木林が続いている坂道はその枯れた雑木林を抜けて行き上り詰めたところで左へ少し下りになるそこは山の北側の斜面にあたりもみの森に囲まれた 狭い大地へ降りるとその小屋の横手へ出るのであった大地へ降りる前に周防は坂の折口に立ち止まってしばらく展望を楽しんだ起伏する丘陵の彼方に白石川の流れが見えはるかに遠く雪をかぶった蔵王の峰が山頂の日光を映して 青みを帯びた銀色に輝いていた船岡の町の一部は見えるが原田家の盾は山に隠れて見えない盾に続いている砦山が朝もやの中にその頭部だけをくっきりと浮き出していた周防はややしばらく目を細めて遠い蔵王を眺め合った「そうだ。 青根の湯へ寄って行こう。座王へ登る途中に青根の出湯がある藩校の宿所風呂王閣には重心たちの部屋もあるので周防は23日体を休めて行こうと思った先に小屋へ行った隼人が引き返してきてまだ貝が戻っていないと告げた周防は大地へ降りていった。 小屋はもみと杉材で作った十坪ばかりのもので土間が広く炉のある八畳に何度だけという間取りであった土間に面した炉の一方はかまちが切り込んであり土足のまま入って腰掛けられるようになっていた小屋の中は何かの重肉をあぶる香ばしい煙があふれてい にへいがかしこまっていた入ってきたおうを見るとよごへいはだまっは黙ってえしゃくをしんざを直したばたへ手を振って見せたおうは上へ上がったやとは「てをるすにできない」胸をのべへいにせた待をいじて帰っていったおうはばたへ座りながら 久しぶりだなヨゴ」と言ったヨゴ兵は何か神でもするように口をもぐもぐさせてから「七年になるかな」とゆっくり答えた彼はたくましい体をしていた渡入れ布子に熊の皮の同衣を重ねているが肩から胸へかけての肉の厚みや 平たく潰れてはいるが、しかも太くふし暮れ立っている大きな手指は見る者に圧迫感を与えるほど重量と力感を持っていた髪は灰色だし顔の半分を覆っているひげもほとんど灰色であるほとんどというのは鼻の下の一部と顎の一部に黒いところが残っていて それが彼の無表情などこか野獣めいた僧帽をいくらか和やかに見せるようであった日に焼けた栗色の顔は硬く肥えていて油びか光がし少しくぼんだ細い目にもまだ壮年のような力と光があった横塀はひどく無口で必要なこと以外には 「何を聞かれても返事をしないしまた会のほかには誰に対しても礼をしなかった」「かつて兵部宗勝が二度この小屋を訪ねてきた小屋へは人を近寄せないことになっているのだが兵部は分家の意向で無理に山へ登ったその時保護兵は礼をしなかったばかりでなく」 胸部の目の前でさもいまいましそうに唾を吐いたりした「そうかもう七年になるか」と周防が言った「ヨゴはいつ見ても年を取らない」「七年前と少しも変わったところがないな」「ヨゴ兵は黙っていた」彼は何も聞こえなかったように 肉を刺して炉の灰に立ててある金串を取り脇に置いてある壺の中のタレに浸しそれをまた炉の灰に立てるという動作を次々と看板な手つきで繰り返した金串に刺した肉は炉の火に炙られて肉汁と油とタレの入り混じって焦げる いかにもうまそうな匂いを振りまいていった。何の肉だ、シシか」とスオが聞いた。ヨゴ平はだ」とうなずき、食べるかと聞き返した。朝げを済ましてきたばかりだ。あとで地草になろう」とスオは言った。誰の絵物だ、ヨゴか。 ヨゴヘイはまた口をもぐもぐさせ。オラの殿様はシかのほかに手を出さない。と不満そうに言った。オラは世相は嫌いだ。とヨゴヘイは言った。熊や獅子は悪さをする。作物を荒らしたり。人に襲いかかったりする。だから 熊や獅子を殺すのは罪ではない作物や人を守るためだからそれは罪ではないと思う。だがと彼は口を動かし頭をゆらゆらと横に振りそして土地の鉛の強い言葉で言った「だが鹿はかわいい獣だ」。 少しは悪さもするが臆病で気の弱い獣だちょっと脅せばすぐ逃げてしまうこっちでかかってゆかない限り決して人間に襲いかかるようなこともないおらは好かねえとまた横平は頭を振ったおらの殿様は 鹿となるとまるで人が変わったようになるどうしたもんだかそして彼は黙った獅子の肉はやがて炙り上がったそれは皆半分くらいに縮まりタれと脂肪とが表面を包んで焦げ茶色に光を帯びていた横平はそれを金串から抜き 戸棚から大きな木の鉢を取り出してきて、その中へ肉と何かの干した鳩を交互に詰めた。それは何の葉だと巣王が聞いた。横兵は、立家の葉だと答えた。その時二人の男が入ってきた。砦山と、 蔵にある番小屋のもので四十四五になる陽気な顔つきの男が文蔵顔も体もしなびたように小さいおどおどした目つきの老人は平助と言って砦山の小屋頭であった「入るなお客だ」と与後平が言った二人は小屋の戸口で棒立ちになり を「俺なら構わない入れてやれ」と周防が言った余護兵は2人に顎をしゃくって見せた彼らはまた目を見交わしぐずぐずと美濃を脱いで入ってきた2人とも泥だらけの雪靴を履いていた「なんだ と平がひどい山なまりで聞いた「藤子が来ていないですか」と文蔵が聞き返した「彼らの問答はひどい山なまりよりも緩慢なところに特徴があった」「問いかけるにも答えるにもおのおの5拍子ぐらい時間がかかる」「相手の問いかけがわからないか」 それとも言うべき言葉を忘れたのかと思われる頃、ようやくそれも極めてゆっくりと口を切るのであった藤子がどうした殿様についていったままです殿様にだってまたか。 おとついてたままです。何か心配になることでもあるのか。嫁にあるですよ。藤子は。おらがいへの九べんの嫁にもらうです。と平助が言った。四五平は平助を見。 それからぞうもみそして口をもぐもぐさせたすると顔半分を覆っているひげが生き物のように動いた「殿様はここへはまだ戻ってござらぬ」と横平は言った「だがなんで心配するだ」「藤子は」 おらが久兵衛の嫁にもらうですよ。心配するな殿の様のことは心配しねえです。と文造が言ったけれども久兵衛が血まなことをなってるで久兵衛はあんな人間だし。 よそへ出ていたで、殿様のことをよく知らねえだし、それでもし、まちげでもしでかすでねえかと思ったもんですから、あのカバネヤミが、とよごへいがつぶやいた。それから平助に向かっていった。 兵衛は小屋か平助はゆっくりと首を振った「心配するな」と横平が言った「殿様は大丈夫だうっちゃとけ久兵衛は鉄砲を持って出たですよ」と文造が言った。 は平助を睨んだ。平助は小さい体をもっと小さく縮め口の中で何かブツブツと言った横平は立ち上がって「すぐ探しに行け」と言った「まで今鉄砲を出してやるあのカバネやミメが」。 うち殺してくれるぞそして彼は南度へ入っていった平助と文造はもそもそと身の置き頭巾をかぶりながら低い声で何かささやきあった間もなく予呉兵が南度から出てきた彼は銃を2丁持っており炉の火を火縄につけるとそれを銃に仕掛けて 一丁を文造に渡してやった「玉は米である」とへいは言った「一発切りだこれで脅して効かなかったらぶっぱなせうべいにですか」と平助が聞いたへいが 知れたことだと言ったでも久兵衛はおらの一人子ですがな心配するなあいつは親のおめえの首さえ締めかねねえ人間だおめえの世話ぐらい小屋の者が見てくれるぞと横兵衛が言った お前らは北郷の方を探せおらは小坂の方を探す見つかっても見つからねえでも日が暮れたらこの小屋へ戻ってこいわかったな二人はゆっくりとうなずいた陽平は素防に断りを言い身支度をして彼らと共に出ていった 出て行って半時ほどすると、縦から村山喜平が登ってきた。仙台から死者がありましてと喜兵衛が言った。古内修善様が亡くなられたということでございます。古内が。それはいつのことだ。昨日ということです。船岡はまだ戻らない。 モルスでございましたかいやヨゴはいた周防は首を振って今の出来事を話した喜兵衛は苦笑し「それでは盾からもう人を出しましょう」と言った久兵衛というのは怠け者で骨惜しみをする者のことを「垢屋みというのだが 『15歳の時に小屋を尻尾し,し去年の秋に帰ってきた』『年は28か9になるだろう』相変わらず怠け者の上に酒を飲むことと酔って乱暴する癖を身につけてきた』と喜平は語った『不二子というのは文蔵の娘で18歳になる』母親が亡くなって 今三人の邸米と父親の世話をしているが器量もかなりいいし男勝りのさっぱりした気性で父が後をもらうまでは嫁には行かないと言い張っている久兵衛の嫁になるとは信じられないが事実とすれば久兵衛に脅されたのかもしれないと喜兵は言った。 しかしその娘が船岡について行ったというがと周防は聞いたおとつい出て行ったまま帰らないと言っていたがそれはどういうことだ何と申したらよろしいかと喜兵衛は苦笑した午前はああいう御将軍ですから誰にも好かれます特に女たちがそうで 山賀の娘などもよく御前につきまとっているようです。決して珍しいことではございません。それで間違いはないのか。間違いああそれはいかがですかな、ね。と喜兵衛はまた苦笑し,した。山へこもるとまるで野人のように変わってしまわれますし。 私どもはおそばにいませんのでよくわかりません。昔から不思議なくらい女には潔癖な方ですが間違いがないかどうかということはいかがでございますか。わからない男だ。と周防は探索していった。船岡にはわからないところがある。どうということはないが。 ととするる心がつかみにくくなるあの年でそんな女どもにつきまとわれてそれを連れて回るなどという気持ちもまるでわからない私は盾へ帰りたいのですがと喜兵衛が言った俺は船岡に会わなければならない古内のことは俺から話しておこう喜兵衛はお願いします と言っって去った「貝が戻ってきたのは午後3時過ぎた頃であったその前に周防は小屋を出て行き山の尾根を歩いた風のない暖かな一日で火に蒸された枯れ草が溶けて土に染み込む肌ら雪とともに甘く匂っていた」。 囃子から小鳥の群れが騒がしく泣きながら小砂利を投げるように落ちていったすると遠いどこかで木を切る斧の音がこだましながら聞こえたするとやがて後ろの方で女の高笑いの声がし周防は振り返った傾いた日が斜めからさして 透明な緑色にぼかされた山並みの上に蔵王の雪が時色に輝いていた朝見た時の青ずんだ銀箔の峰は冷たく厳しい威厳を示すようであったが今は物静かに優しく見る者の心を温めるように思えた若い女の高笑いが 「周防は,はそっちへ目をやった」「実感寺から登ってくる谷の辺りで獣の吠えるような男の太い叫び声がした」「それに続いて若い女たちの黄色い叫びが起こり谷間のもみや杉の森にこだました」 やがて枯れた雑木林を抜けて貝の登ってくるのが見えた彼は鹿の皮で作った桃引きを履き腰っきりの布粉に鹿の毛皮の道着を重ね腰に山刀を一本だけ刺していたやで編んだ雪帽子を背中へ跳ね日に焼けたひげだらけの顔をむき出しにして雪靴を履いた足で 大股にめを踏みしめながら歩いてきた。彼はてぶららであった。たえものしいいいいははず、後ろになががつだそう思った女の一人は弓を一人は壺や殴いを抱えていたどちらも色が白く 目鼻立ちも整っているがその表情や口のききぶりは純朴というよりもそやで荒々しくいかにも山が育ちという感じであった今獣のように吠えたのは貝だったのか周防はそう思いながら近づいてくる貝に会釈を送った貝は大股にゆっくりと歩いてきた スオのいるのを認めると、女たちは口をつぐんだ。海は振り返って女たちから弓とつぼやなぐいを受け取り、もう帰れと言った。いや、ちょっと待て」とスオが言った。海は怒しそうに振り向いた。スオはキューベのことを話し、今ヨゴヘらが探しに出ていることを話した。 まあ、「鉄砲を持ってだと?」と女の一人が言ったそれが不二子であろう若い目近のようなすんなりした体つきで黒目のかった大きな目に抜きらしい大胆な色をたたえていた「私帰ります」とその女は言った「あの育児なしに何ができるものか」 私平気だから帰ります。「清きも帰れ」と海斐が言った「また会おう」2人の女は去っていった甲斐はもう見ようともせず先に立って小屋の方へ降りていった周防がば端に座っていると裏で水の音がしたそして間もなく素足に草履を履いた カイが襟首を手ぬぐいで拭きながら入ってきた。冷たい水で洗ったために彼の日に焼けた顔は生き生きと赤く、頬も硬く鼓張して、いつも見慣れたたてじわが消えていった。古い父主前が死んだそうだ」とスオが言った。カイは横座に座り、ろへ炊きにをくべようとしていたが。 その手を止めてスオの方を見た。縦からさっき騎兵が知らせに来た。カイは唇を結んだ。昨日のことだそうだ。カイは焚き火をくべ、煙を避けるために顔を反向けた。そしてポツンと言った。彼は五十三だったな。帰国してからあったか。 5月に会った。国目付を出迎えた時河原町で一緒だった木霊を交わしただけで話はしなかったが寛戦伝様の法要で高野山へ行った時体を壊したのが長引いていると聞いたもともと病弱ではあったようだ甲斐は箱膳を引き寄せ蓋を盆にして茶碗を2つ出すと。 自在鍵にかかっている茶釜から琥珀色の茶のようなものをくんで一つを周防にすすめた「桑茶だ口に合わないかもしれない桑茶だって桑の若葉と干したクコの実が入っているヨゴが俺のために作ってくれるんだ」薬用だな、と周防が言った。 証明するそうだ周防は口をつけ一口だけで茶碗を置いた二人ともしばらく黙った「律のことは父からの手紙で知った」とやがて周防が言った「去年涌谷様と三人で話した時船岡は我々が離反しなければならぬ」と言った一関の目を。 私と船岡からそらすために単に不安になるだけでなく形の上でも離反しなければならぬと言った甲斐は黙って言った「律を離別したのはそのためだ」と父は思ってるようだが事実そうなのかどうか聞いておきたい「そのお話は断る」と甲斐はにべもなく言った。 断るってなぜ「澄んだことだ」と甲斐は言った周防は口をつぐみ探るような目でややしばらく甲を見つめた甲斐は長い金火鉢を取って燃えている炉の火を直した彼の額に深くみすじのしわが寄った。 松山の留守の者からの知らせによると世間では律が不義をして戻されたと言っているそうだその相手は中黒達也ともう一人だと相手の名まで出ているそうだが私は世間の噂に責任を持つわけにはいかない中黒達也は船岡にいるか出奔し,したと海外 「鈴王の顔が引き締まり貝を見る目が鋭く光った」「鈴王はいつのことだ」と聞いた「七月正式に律と離別した直後だ」と甲斐が答えた「では工事屋の友次郎は?」と鈴王が聞いた「仙台にいるということだ」と甲斐が答えた。 もう一度言うがこの話はやめにしよう。それよりも重要なことがあるはずだ。と甲斐は言った。しかし不義があったかなかったかだけは聞いておきたい。と周防は粘った。家風に合わぬという理由のほかに何も言うことはない。この話はもう断る。と甲斐ははねつけた。 須王はまだ不満そうに貝の横顔をにらんでいた甲斐は立って南度へ行きまた土間へ降りて水を入れた半蔵と砥石と大刀をそろえやがてかみりを研ぎ始めた「松山と会って話すのも多分これが最後になるだろう」と甲斐は言った「律の離別で」 一関の思案も変わったようだはっきり変わったとは言えないが「国郎になれ」と勧めてくる手紙の内容が前とはかなり違っている断ってるようだな「国郎はまだ早いそうだろうか」と周防が反問した自分が辞任した後 主席国労になった奥山大学はしきりに一ノ関と張り合っている」と周防が言った衣川の境界の県金山の県また一ノ関は今隣接している本番寮の一部を自分寮に取り入れようとしているがこの県でも大学は真っ向から反対している。これでではまるで ことを起こすために国労になったようなものだと須尾は言った衣川の件はまだ解決しないのか一ノ関は承知しないのだと須尾は続けたしかもつい最近私が江戸を建った時に大学は止め物境目について一ノ関と右京様に強硬な抗議を申し入れていた それは初耳だな」と甲斐が言った砥石の上で彼が静かにカミソリを返すと滑らかな石の肌でカミソリの刃が冷たい音を立てた周防は語った伊達兵部と田村右京は亀千代の貢献になった時両者とも幕府直参となり 2万石ずつ加増された。だがその「かぞされた二万石」は幕府からではなく伊達寮から分けたものであり本藩は旧六のままだから幕府直参とはいえ伊達本家の信として所持そのおきてに従うのが当然である。だが兵部と右京はその地行地の中で本藩とは別個に 政策を立てたり、武天間宿送りも他領のようにしまた幕府へ献上する初狩初酒なども本番の済まないうちに先に献上したりした私は舞谷殿から事情を聞いたのだが年が明けると一ノ関が帰国するその時大学は一ノ関に膝詰めで 六花城の申し入れをすると息きまいているそうだ六花城とは貝が目をあげたここに書いてきたが巣王は紙入れの中から一通の封書と一枚の覚書を取り出し覚書の方を開いて貝の前に置いた貝は手に取らず体を傾けて読んだ 「愛定め相撲政策のこと」1「一武天間並びに宿送りのこと」1「一大高のこと」1「一初鳥初魚久保様へ差し上げ相撲こと」1「一他国へ人返しのこと」1「一境目通販のこと」 ののようなものであった。「一ノ関が帰国の時というとまだ申し入れてはいないのか一度は申し入れたようだ」と周防が言ったしかし一ノ関は自分は幕府直参であるから本番の掟に従う必要は認めないと答えたということだ。それは、 膝詰めでやっても同じことだろう。その時は江戸へ出て幕府老中に訴えるつもりでいるらしい。甲斐はカミソリの葉へ親指の腹をそっと触れてみた。それから手を拭き、カミソリをしまって砥石や半蔵を片付けた。それも脅しではなく。 公の内意を聞いてくれるようにと舞谷殿に依頼してきていた」と巣王は会を見たかねて船岡も言った通り訴えて老中が取り上げた場合はもちろん取り上げなくても判家の不利になることは確実だ訴える前に何とか手を打たなければならないと思うどういう手があるまず船岡が国老に就任することだ それはまだ早い」とカイが言った「まだ私が国老になる時期ではない」「どうしてだ?」「まだ時期ではない」というより他に理由はない。では吉岡には好きにさせるつもりかいや何のつもりもない」とカイは言った「吉岡が一ノ関に組みさず」 対抗者になってくれたのはありがたいことだ。ここは吉岡を抑えるよりもやるところまでやらせてはっきり一ノ関と対立するように運ぶべきだ。しかし老中が取り上げて家中内紛の攻めを問われたらどうするこの問題は別だ。どうしてこの問題では。 幕府は内紛の責めを問うわけにはいかない訴えを取り上げるとすれば一ノ関と岩沼に六ヶ条を承知させるより仕方がないだろう理由は何だ直参大名の名目さと甲斐が言った幕府直参となれば稚魚は幕府から出るのが当然だ それを名目だけ与えて「稚魚は伊達本般から分けている」「六ヶ条の問題はそこから起こっているので表沙汰にすれば両家の稚魚は改めて幕府から出さなければならないことになる」「そうではないか」「周防は「うん」とうなずき「考えてみて」「確かに」とまたうなずいた。 その時銃声が聞こえた。「谷に反響するので確かな方角はわからないがあまり遠くではないらしい」「一発だけ鋭い射撃音が起こりそれがのんびりとこだまして消えた」「鉄砲だな」と周防が甲斐を見た甲斐はそれには答えないで「品川のことを伺おう」と言った。 巣王はさっき紙入れから出しておいた封書を取り上げ、殿からだと言って貝に渡した。貝は開いてみた。それは下屋敷の綱宗から巣王に当てたもので、さのような意味のことが書いてあった。先日はここもとへ参り候て、対面つかまつり満足のことに候。 されば内々兵部殿右京殿へ申し入れたき儀御座遭老これによって書状などにては片言のようにそうらえばその方と相談いたし最もに存じそうらえばその方をもって申し入れべく存じ遭老甲斐は目を上げて渡口を見た余呉平が 片手に鉄砲を下げて入ってきた彼は主人を見るとゆっくりとうなずきそのまま裏へ行こうとしたそれで海斐が言った今鉄砲の音がしたぞ予護兵は立ち止まったお前鉄砲の音を聞かなかったのかと甲斐が聞いた予護兵はじ 源氏の向こうの家チし」と答えた「見に行かないのか名刺をたきます」と余呉兵は言った「銃声は一発切りだし久兵衛が撃ったにしても一人は自分の父だしほかの一人は嫁にもらう娘の親である間違いを起こすようなことはないだろう」と 口を「もぐもぐさせながら言い鉄砲を八畳の隅へ置いて裏手へ出て行った」「甲斐は手紙へ目を戻した」「右の段騒楼間そのもと暇次第二三日中紀元伺いのようにここもとへ参るべく騒楼その折伏し、つぶさに申すべく騒楼」 この書上脇へ漏れそうらえば足く壮牢状亀地を乳母がろまで使わしいかようにもその方を守備次第届けそうらえと申し使わし壮牢返事をも右の段につかまつり壮牢て賜るべく壮牢禁言なお必ず必ず他へ漏れ申さざるように 愛心へもっとも二三日中にここもとへまかり入れ騒楼ともかよう我ら書状を使わし騒楼によってまかり入れ騒楼などと備前へ申されまじく騒楼以上綱宗周防殿甲斐はなお直書きのところをややしばらく見守っていた。 巣王は声を潜めその文字をよく読んでくれ」と言って目をつむりささやくように暗唱した「二三日中にここもとへまかりいで候ともかよう我ら書状を使わし候によりまかりいで候など以前へ申されまじく候大町などにさえこんな気兼ねをしていらっしゃる。 角神六,六十万石の大したる御身で甲斐は手紙を巻き納め周防の方へ押しやりながら「両貢献へ申し入れたいとおっしゃるのはどういうことなんだ」と言った「第一はご自分が無実であることを幕府へ訴えたいとおっしゃる」。は目を伏せた。 第2は「自分は現在でも筆足という形で亀千代に会うことはもとより家臣たちと思うままに会うこともできず保養のため外出する自由もないこれは不当である」「亀千代が家督すると同時に自分は隠居になったはずであるからそれだけの自由を与えてもらいたい」第三は。第 発を性質として披露したい右の三加条だった」と周防は言った「乱暴はなさらなかったか」と甲斐が聞いた「乱暴はなさらなかったが」と周防は声を潜めた「気が弱っていらっしゃるのだろうしきりに接待の貧しいことを弁解されたり涙をこぼされたりした」。 またいつぞや船岡が来てくれた時「分かった」と甲斐は顔を背けた「その話はよしてくれ」「いや伝言なのだ」「せっかく来てくれたのに乱暴してしまった」「酔って自分が分からなくなったのだがすまなかった」と甲に伝えてくれとの仰せだった甲斐は あるかなきかにうなずいた。二人はそのまま沈黙した。互いに何か思いふけているようだったが、やがてかいは露の日に焚き火をくべながら、夜になると道が難重だから、今のうちに館まで帰ってはどうか、と言った。しかし船岡も帰るのだろう。いや。 私はまだ帰らない。では古内修善の方はどうする弔問に行くのだろう」と周防が聞いた甲斐は静かに首を振った「松山は知ってるはずだ」と彼は言った「私は人の弔問や訪問には行かない人と人との付き合いは生きている間のことだ」 死んでしまってから行ったところで。こう言って貝は焚き木の一本を折った。スゴは不満そうに。では葬儀にも出ないのかと聞いた。ハヤトをやるつもりだと貝は答えた。これからも打ち合わせをしなければならぬことがあると思うが、その時どうやって連絡したらいいか。 「それはその時に応じてこちらから連絡しようおそらくその必要はないだろうが」と甲は言ったそこへ戸口から村山喜兵が入ってきた「お迎えに参りました」と喜兵衛は言った彼の入ってきた戸口の外は明るく小屋の内部はひどく暗く見えた 寺に馬が預けてある、と須尾が言った。そこで待っていてくれ。ハヤトに言え、と貝が騎兵に言った。古内へはハヤトが行くように、葬儀の住むまで仙台にいるように、と言ってくれ。ご帰還ではないのですか。うん、まだここにいる。貴兵は礼をし、 では感じ,じでお待ちしております」と周防に言ってまた立ち去った周防は支度をして土間へ降りるとそこへまた戸口から二人の男が入ってきた「文蔵と豊助」である「平助の方が先に入ってきたがそこに甲がいるのを見るとさも安堵したように微笑したそれは わずかに歯が見えただけであったが頭巾を脱ぎながらひどくゆっくりと文蔵に振り返りそれから言ったござったよ貝が二人に聞いた急兵はいたかすると文蔵は平助を見た平助は脱いだ頭巾を指でまさぐり咳をし文蔵に振り返ってから また、ゆっくりと貝の方へ向いて行った。極増から降りてきたです。鉄砲を打ったのは誰だ。オラが打ったです。なぜ打ったのだ。平助は文蔵を見た。別に意味はない。言葉が口へ出るまでに暇がかかるので。 漫然とあちらを見たりこちらを見たりするだけで彼らがしばしばお互いを見るのはほかを見るより気が楽だからである「小屋へ帰らねえと言うだで」と平助は答えた「裏口から横兵が入ってきた」「彼はぬれた桶を持っていたがそれをかまどの脇へ置いて」 ほうへ近寄り強い山なまりで決めつけるように聞いた「小屋へ帰らないでどうするというだ」平助は肩を縮めた「殿様をつけねらうらしい」と文造が取りなすように答えた横兵は目を怒らせた「殿様をつけねらうって」。 そう言っただ殿様のお腹へ鉛玉ぶち込むだそれまでは小屋へは帰らねえってそう言ってたですよ」と文蔵は告げたそれで撃ったのかええ久兵衛はどうしたまた国うへ登ってっちまったですよ。 と平助が答えたえよし飯を食べてゆけ甲斐はそう言いながら周防を送るために土間へ降りた「おらたちは帰りです」「飯を食べてから帰る。と甲斐は言った周防と甲斐は小屋を出た山の尾根へ登ると 空は隅色の厚い騒音に覆われ西の方にひとところ低く首都金色に縁取られた雲の切れ目があってそれが丘陵の打ち重なる広い山並みをその稜線だけ錆びた鋼色に染めていた周防が立ち止まり貝もその脇に立ち止まった2人は蔵王を眺め合った。 蔵王は西側が金色に輝きその反面が黒ずんだ紫色に暮れていた紫色の部分はすでに眠りかけているように見え金色に輝いている反面は一日の名残を惜しんでいるように思われた「律のことを聞かせてもらえないか」と周王が言った。 それは蔵王の峰からでも呼びかけるように遠く静かに低い声であった「澄んだことだ」と甲斐も同じように答えた周王は山を見たまま言った「ではもうしばらく会えないな」甲斐は額にしわを寄せただけであった。王は口の中で、 どうか一日も早く」と祈るように言ったここから二人でまた座王を見ることができるように。